2018年アフバーズにおける軍事パレード襲撃事件とは、2018年9月22日9時0分頃、フーゼスターン州アフバーズで発生した武装集団組織による軍事パレード襲撃事件。2018年9月22日9時0分頃、イランイスラム共和国にとって国家の神聖なる習慣である神聖なる国家防衛習慣を記念する。 軍事パレードがアフバーズにて取り行われようとした。その時、イスラム革命防衛隊を寄贈したと思われる武装集団がパレード隊列に向けて突然銃を乱射した。この際にパレードを観覧していた民間人を含めた25名が死亡し、負傷者が60名確認できたと伝えられる。またアフバーズでのパレードを取材していたジャーナリストによれば武装集団の1名は AK-47 を所持していたという。イラン治安部隊は、武装集団に対して反撃してその場で3人を射殺し、1人は逮捕した。逮捕した1人は後に死亡したことを明らかにした。今回の事件について、イスラーム過激派組織アイソールが、犯行声明を発表している。今回の事件を受けて、イランイスラム共和国国家最高指導者のアリー、ハーメネイーは、 アメリカ合衆国とその手先による卑劣なテロ行為であるとする声明を発した。また、ハサンローハーニー大統領は国家警察当局などに対して事件の徹底捜査を行うよう指示するとともに事件の背後にアメリカ合衆国とその同盟国たる国家が関係していると非難するコメントを出した。イラン・イスラム共和国外務省はイギリス、オランダ、 デンマークの外交施設に対して、テロ組織のメンバーが、おののの国にいるとして激しく抗議し、モハンマド・ジャバード・ザリーフ外務大臣は、自身のツイッターにて、アフバーズ事件の犯人について、外国政府が訓練したテロリストだと発言している。今回の事件に際して、ウラジーミル・ウラジーミロビチ・プーチン・ロシア、連邦大統領が、テロ行為を非難する声明を出したのをはじめ、各国の政府首脳から、 イランイスラム共和国政府に対してお見舞いのメッセージが寄せられている。ありがとうございます。